フランス語朗読会の田中千春です。今日は最近みんなで読んだ本の中から一冊ご紹介しましょう。ポンタリスのルソンジュドモノモタパ、モノモタパの夢というエッセイです。モノモタパ、これは何でしょうと好奇心に駆られませんか。ラフォンテーヌの寓話の中に、昔々モノモタパというところに深い友情に結ばれた2人の男がいましたとあるそうです。これを踏まえて精神分析医でもあるポンタリスが自分の経験した友情について書いているのがこの本なのです。私もこれを読んで自分の経験した友情について書いてみようと思いました。長く続いている友情、いつの間にか消えてしまった友情、裏切られた友情、いろいろありますね。皆様もご自分の経験なさった友情について書いてご覧になったらいかがでしょうか。